米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2024、略称、SSFF& アジアが、6月4日から17日に、かけ、都内複数会場及びオンライン会場で、開催されることが決定した。オンライン会場は4月25日より一部プログラムの配信を先行スタートする。114の国と地域から4936点の応募があり、AI を使用したショートフィルムの応募数は112点に及ぶ。続く紛争や災害のニュースで始まった今年、映画祭はイルミネートユアライフ命照らせ世界照らせをテーマに、命や人生、生活とそれを取り巻き世界を照らし出す各作品を発信し、作品を通じて見る人自身の生活や人生にもライトを当て、共感や発見、感動が生まれる場、そして世界へと目を向けるきっかけを作品としている。